はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、レク東京リーガルマインド国家資格キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能検定2級、えー、面接対策講師、えー、それからですねキャリアコンサルタント養成講座サブ講師を務めております、塚田美春と申します。えー、本日はですね、2023年7月に行われました、えー、国家資格キャリアコンサルタント第23回試験。 に見事一回の挑戦で合格されました、えー、亀井直子さんにお話を伺いたいと思います、えー、亀井さんまずは合格おめでとうございますありがとうございますお世話になりまして、はい、その日は本当にありがとうございました <laughs> はいありがとうございます、はい、なんかねあの結構合格から日にちが経っちゃってますけれども、うん、どうですか今の心境とか資格とかいかせてますかねそうですねまず試験が終わって少しほっとしたっていうのと、うん、えっと、はい ちょっとえっと、ものすごくこうすっきりと受かったっていう感じがしないあの割とモヤモヤ感が残る試験だったっていうのが率直な感想なのでああんかまあ、うん、ほっとしてるんですけどなんかもうちょっとあの深掘りして学び続けたいなっていう感覚がまだ残ってるっていうのが正直な感想です。 はい、ありがとうございます。その辺もね。後ほどゆっくりあのちょっとお聞きしたいなと思ってます。はい、はい、じゃあ、それではですね。うん、ちょっとね。えっ、ー、とま差し支えない範囲で結構ですので、あの亀井さんの自己紹介を少しお願いしてもよろしいですか？はい、わかりました。えっと私はですね。今現在はあの何て言うんですかね。えっと財務会計系のコンサルタントの会,会社みたいなところに所属をしてまして、えっと業務委託の形であの？ 主に外資系の会社さんとか、あとはあのベンチャー企業さんの、あの何て言うんですかね、株式公開のステータスにいる会社さんのお手伝いとかで、うん、経理財務のサポートを入るような仕事をしています。うん、で、その前にですね、えっと、実は転職12回ほどしてまして、うん、で、はい、その自分の転職の経験を生かして、なんかあの個人で転職塾みたいなのを開いてたんですね。うんうん、でその時に、あの 何かこう資格の裏付けとか私がなんでこれをやってるかっていう、うん、何かこうッコとしたものが欲しくって、うん、なんかちょうどこう探していたキャリアコンサルタントの資格に出会いまして、うん、出会ったっていうかパンフレットとかそういうのを見て出会っただけなんですけど、はい、<laughs> なんかそれで、はい、なんかちょっとこれ挑戦してみた方が自分の中でいいんじゃないかなっていうふうに思った時に、うん、あのこの資格を取ろうと思って挑戦したんですね。はい、なののでまああの今現在はその キャリアコンサルタントの資格を生かして、転職塾をやりながら、えっと、業務委託の仕事も受けているみたいな形で、うんあの、副業で2つお仕事を持っているような状態でいます、うんはい、すごいですね、なんか、<laughs> <laughs> あの12回、ね、転職されたということなんですけれども、うん、もそれ聞いただけで、なんかキャリアをこうご自身で切り開いてらっしゃる。うん <laughs> いう感じがすするんですけれども、うね、こよく言うとそういうふうに聞こえるんですけど、うん、ただ、はい、転職回数多い人みたいな感じには、なってますけどなんかこう、キャリアコンサルタントっていう資格だとか、または講座について、はい、いつ頃なんかお知りになりましたか,、うん、か本当に私、最近なんです、あのあ試験受けようと思うちょっと前ですね。 正確に言うと学校を選ぶ直前ぐらいにこのキャリアコンサルタント、はいはい、っていう資格がきちんとあるっていうことにようやく気がついた状態でその学校選びの工程でいくつかまあ見てみたんですけど、まあ、最終的にレックさんを選んだっていうところなので、はいうん、あ多分養成講座が始まったのが1月だった そうでしたね、うん、1>, 1月のお正月ぐらいでした,、ね、したよね。なので、はいはい、申し込みをしたのが去年の10月とか11月ぐらいだったと思うので、はい、ちょうどそうです、去年の今頃ぐらいに、うん、キャリアコンサルタントっていう資格をちゃんと認識をして、で受けてみようって思ったぐらいなので、うん、多分本当、はい、ちゃんと知ってから1年ちょっとぐらいしか経ってないと思います。うそですか 何かかかきっかけっっけてあったんですかね周りにそういった方がいらっしゃったとかではない周りにタイヤコンサルタントを持っている方がいらっしゃったっていうのとなんか私の今転職塾でやっている内容が一体何に該当するんだろうっていうのを、うん、なんかこう自分で、うんあの「私は何々をやってます」って言いたい時に何って言えるんだろうってちょっと、うんうん、なんかハテなマークラが,がいっぱいになっちゃいましてその時になんかこう裏付けするもの が、なんかちょっとあった方がいいなぁと思って探し始めたら、キャリアコンサルタントの資格が目に留まったっていう感じなんですけどね。うんうんはい、今、転、はい、職塾っていうのは、どれぐらいの期間されてるんですか、えっと、個人で本格的に始めてから2年ぐらい経ってるんですけど、うん、ただその,、うん、その前は、あの 本当に普通に働いていて、もっと同僚の方とか部下の方とかから転職相談ってやたらされるんですね、うん、私の転職回数が多いので。<laughs> で、そのたんびにあのお話を聞いてあげて、で、アドバイスとかをしていたので、うん、もうそれは本当10年以上前からずっと続けていたので、そ、うん、うですか。うん、アドバイスだけだと本当結構な人数してると思います。あはい、はい、じゃあもう ちょっっと実務の方が先にっていうう感じですか、ね、そうですすねねそこれが何なのかよく分からずにアドバイスを一生懸命しちゃってたんですけどやっぱりアドバイスするにも何か体系立てて教えてあげたりとか、うん、まあきちんとゼロ、はい、から10まであのきちんとしたものを教え、うん、お伝えしないとなんかこう中途半端な情報だけ持っていってしまって、うん、結局なんかあまり転職上手にいかなかった方とかっていうのも後で聞いたりとかしてたので、うんうん、なんかそれもあって。 で、あのきちんと体系立てて教えてあげられたらいいななんて思って、うん、転職塾を始めてしまったので、うん、でもそこにプラスしてやっぱりこう、はい、キャリアコンサルタントの資格も、うん、あのきちんと取っておいた方があのもっと体系的に、うん、あの教えてあげることができるんじゃないかなっていううに思っておりました。はい、ありがとうございます。うん、ね、あのいろんなね資格スクールがあると思うんですけれども、うん、まあ、レックを選んでいただいた理由とかってお聞きしてもいいですか？ そうですねやっぱりレックていうと、資格の学校っていうイメージがものすごく強くて、それこそ私が20代のえっに、レックさんの講座は取ってなかったんですけど、同じビルの中に別の資格の専門学校が入ってまして、それは財務会計系なんですけど、そちらの自習室が割と混んでいて、レックさんも自習室を開放してたんですね。習室の登録に行っってててていい空る方を使た のでよくレックさんににお世話になってたので割、はい、となじみがあって、うん、でやっぱりこう資格試験って言ったらレックさんかななんて思って、まあ、他の,あの学校のパンフレットも全部取り寄せて比較はしてみたんですけどやっぱりこう、はい、講座の構成とか教え方とか、うんまあ、試験対策に関しても。 あのまあ、私の直感、最終的に当たったんですけど、やっぱり資格の専門学校ということで、うん、あのきちんと講座とかまとまってましたし、あの選んでよかったなというふうに思っていまますすはいいありがとうござ実際にあの、まあ、1月から、えー、と水道橋のズームのクラスに入られて、うん、まあ3か月間ね、はい、受講していただいたかと思うんですけれども、実際にこう受講されて、どうでしたか。 そうですね。最初は Zoom だったので、うん、なんかあの、はい、実行者の皆さんと仲良くなれるのかなとかちょっと不安はあったんですけど私自身ちょっと今要介護の母親が在宅介護で見てる状態でして。 1>, 1日ですよね、あの講座って、朝10時から夕方6時まで、ばっちり、あばシアの8時間を、ちょっとこう、家を空けてしまうっていうのが難しかったので、うん、あの、ズームで参加させていただいて、本当ありがたかったなってうと、うん、なんかあの、仲良くなれるかなれないかっていうのは、全然あんまり関係なかったなって、今となっては思ってまして、なんか、割とあの、ズームで、えっと、逆に集まりやすくってですね、いまだにあの、たまに集まって、ズームでお話ししたりとか、 あのクラスメイトの方々はい、購入、ね、続いてますので、うん、なんかズームのメリットとデメリットもあるかもしれないんですけど、はい、私はズームの方のクラスに参加して良かったなっていう風うに考えています。はい、ありがとうございます。はい、なんかクラスの雰囲気とかどうでした。そうです。ね。部屋の方の、そうです、ね。特にあの、あの、講師の方々がすごく雰囲気作りが上手だったかなって私は思って。 ブレイクアウトルームで Zoom で少人数で話す時もそうですしあの全体でこうコミュニケーションを取る時もあの講師の方がこう、うん、上手にいろんな方にこう振ってって意見を聞いたりとかってするシーンがありましたので、うん、なんかお互いのことがこう分かりやすかったりして、はい、なんかこう雰囲気がすごい常になんていうんですかねあの 和やかな感じで進んでいたので、うん、すごい参加しててもあの長時間で辛いには辛いんですけど <laughs> なんかあんまりその辛さが勉強してて嫌だなっていう感じがなくて、うん、あのもっといろいろお話聞きたいとか学びたいなっていうこう前向きな気持ちにさせていただいてたのですごい、うん、あのいいクラスだったなっていうふうに思っていますありがとうございます。うん うん、講座の内容とかっていうのはいかかがでしたかね講座の内容はそうですねあの正直やっぱりスタートし始めた頃は一体どういうボリューム感でどこまでこれをやるんだろうっていうのがちょっと見えにくくって、うん、少しだけ不安になったんですけど、はい、まあでもあのこうあのテキストの構成とか見ていって、まあ、全体的にここまでやるんだなっていうのと、まあ、あの一応スケジュールとか全部出てましたので、うん、いつまでに何をやらなきゃっていうのがこう 分かった時点で若干落ち着いたというかあと課題も結構ありましたのでそれをこう、はい、いつまでに仕上げなきゃっていうのとにらめっこしながら、うん、あの長時間にわたる1回8時間のあの講座を <laughs> こなしていったっていう感じになりましたね。<laughs> はいうん そうですねなんか初日からこう3日目ぐらいまですごくこう座学の理論が続いたりとかして、うん、まあその辺りで不安を感じる方がね <laughs> やっぱり多いのかなと思うんですけれども、うん、まあキャリアコンサルタントの講座っていうこともあって。 で、やっぱりロールプレイとか、うん、あのキャリアコンサルティングについて、こう実、実実実技っていうかね。うんうん、えー、ロールプレイを行ったりとかするっていう交流が割と持てる講座なので。うんうん、ちょっと他のこう資格の講座とは雰囲気が少し違うかなっていう感じは、私の方もなんか印象として持ってます。そうですね。はい、はい。まさにおっしゃる通りで、うん、なんかこう講座としてのキャリアコンサルタントの位置づけとか、その内容を習う。っていうのはもちろんなんですけど、自分自身のキャリアをこう振り返。 ででなんかそれをこう、うん、皆さんとロールプレイムの中で話し合ったりっていうのも若干、うん、要素として出てくるのでなんかそこがすごい、うん、あの資格の内容としては面白かったなっていうふうに考えていますありがとうございます。はい、こう講座を、ね、3ヶ月間通ってみて何かご自身こう変化されたこととか気づきとかってありましたか そうですねあの私の場合は、うん、その先ほど申し上げたとおりちょっと転職塾をやっていたので、うん、あの理論家の中であの何人かあのすごいなんていうのかな自分がそれを習ったことで少しこう自分に自信が持てたというか、うん、あの自分が。 転職回数多くってこれは一体何なんだろうってちょっと思ってたんですけど <laughs> やっぱりなんかそういうのをあの肯定するような考え方の理論っていうのはいくつかありましたので、うんうん、なんかそれを学んだことによって、はい、なんかより自分がやってきたことに自信を持てたりですとか何、うん、かこう何回も転職したけどやっぱ実力とかついたしよかったっていうふうに、んうん、余計にそういうふうに思うようになりました、ね。うん うん、はいいありがとうございます、はいはい、でその後ですね、あのーまあ、ちょっと3月に終了っていうことなので、はいえー、結構こう試験のところまで日にちが <laughs> 期間がね空いてたと思うんですけれども、はい、あの講座終了された後ですね、あのーまあ、皆さんここねちょっと聞きたいことのところなのかなって思うんですけれどもどのようにこう試験の対策に取り組まれたのかっていうのをちょっとお話しいただいてもいいですか。 はいえっと、私はですね、ちょっとあんまり参考になれるかもしれないんですけど、<laughs> えっと、急にですね、業務委託で受けているクライアントさんの会社でちょっと、えっと、システムを導入するプロジェクトがちょうど入ってまして、うん、でそっちの仕事がすごい忙しくなってしまって、うん、で講座終わった後、確か1か月とか2か月ぐらい、あんまり勉強ができなかったんですね。た、うん、ただ、えっと、試験日は決まってていたので、7月に合わせて やらなきゃと思って、確か慌てて6月ぐらいから真剣にしあの勉強を始めたのが本当のところなんです <laughs> ね。で、うん、それまではあのまクラスメートの間でロールプレイングの方は定期的に続けてたんですね。なので、そこは時間が合えば参加させていただいて、うん、えっと皆さんで、うん、あの少人数で。 あのロールプレイングを続けてたんですけど、学科試験の方はですね、うん、本当に全然やる時間がなくて、うんであの、レックの養成講座の中に入っていた、あの学科特訓ゼミっていうんでしたっけ、100台のチャレンジする。ありましたよね <laughs>、はい、であれをやってですね。 あのそれは、えっと、課題提出の時に一回解いただけで実は終わってまして、うん、ただ、うん、あそこの,あの解説が結構細かくすごく丁寧にされてましたよね、うんうん、なのであれをひたすら聞いてました。であの課題の、えっと、パワポでこういろんな解説付きで図が入っていてテキスト読むのもいいんですけどあのなんか回答が素晴らしくってですね、うん あれを本当、確か2、3回転はしてたと思うんですけど、あれを聞きながら、あの、パワーポを見て、学んでいたというのがメインの勉強方法で、うんうん、で、あとは、あの、同じくレックさんの方から、えっと、出ていた、キャリアコンサルタントの二級技能士の方の、 合トリセツっていう問題集があったと思うんですけどあれを1冊買ってましてあれもですね結局時間がなくって結果的に1回転しかしてないんですけど最初にあの偶数のつく番号の問題だけバーッと解いてってそれが1回転というか一度終わったらもう1回戻って今度奇数の番号の番号の問題だけ解いてってっていうので。 結果的には1回転なんですけど、まあ、2回ぐらいは回したかなっていうぐらいの、当 <laughs> ボリューム感ですかどちょっと勉強できなくってですね。うん、ただ、えっとまあ、集中してやったのと、あのさっきの解説がやっぱすごい良かったんですね。うん、あの 100, 100台の課題のやつですけど。うんうん、なので、あれをなんかひたすら聞いてたのが結構良かったのかなっていうのと、あとはまあ、最後、うんあの、サマリーみたいなのが。 レジュメでクバと、別の講座だったかなちょっとごめんなさい、そういう名前忘れちゃったんですけど、オプションで講座を取ってまして、そこでなんかのサマリーで、なんかパンフレットみたいなのがい,いただけたんですね。で、うん、そこに、えっと、書き込みで、えっと、各理論家ごとの、えっと、どんな理論があったかっていう特徴とかを、うん、えっと書き出しをしていて、そのメモをパワ、あのポストイット、結構大きなポストイットが。 英語ぐらいの大きさのポストイットにそれをわーっと書き込んで、うん、そのページにベタベタ貼って,いって、うん、でそれを最後パラパラと見直したりとかするっていう勉強法だけをやってました。すごい短期集中で変わられた<ー>。本当、ね、に時間でなくて、<laughs> まあ、も,ともとあの、うん、なんかあのなんていうんですかね、切羽つまらないとやらない性格っていうのもあるんですけど、<laughs> 本当に多分最後一ヶ月ぐらいで一気に集中してやった感じがありました。 Zoom、はい、クラスね、受講されたっていうことで、うん、まあ面接対策とかっていうのはどうですかね、こう実際はこう対面で実施する形になるので、うん、その辺とかっていうのは、これはですね、さすがにあの、なんか、Zoom クラスの特徴として、顔しか見えないので、顔だけでうんうんってやる、うん、なんか、癖がついてしまうって、ちょっと誰かから聞いたことがあって、はい、実際、対面であの練習した方がいいよっていう意見を。

で各席にあの1回転ずつこう座らせていただいてで、うん、周りにロールプレイング一緒にやる生徒の方が2人が 2>、うん、かなついて、うん 1>, えっと、1組ずつこう回転していくっていうのを3回転1日かけてロールプレイングさせていただいたんですけど一緒の席に座った方のロールプレイングにて良かったところとか悪かったところとか。 客観的に見て私がこう、あの、キャリアコンサルタント役になって、問答で何か答えてるときの、うん、あの、いいところと悪いところっていうのも客観的にアドバイスいただいたりとかしていたので、何が問題で、ちょっとこれだと、あの、 対策的によろしくないいいいととかかっていうのを具体的にアドバイスをすごいいただいたので <laughs>、うん、あれはすごい良かったかなっていうのと癖としてやっぱりこう顔だけでうんうんってやりがちじゃないかっていうのを、うん、あの事前に先生方に指摘してくださいっていうふうにはお願いしていたのでどういうふうにきちんと聞いてるっていうのが分かっていただけてるかとかっていうのも、うん、その態度の部分も全部 見ていただいたただアドバイスとか皆さんから頂い,いてましたの、うん、で、はい、あ,あの講座は本当に参加してよかったなっていうふうに実際にこうねまあちょっとこれはあの内容とかはあまり話せないとは思うんですけれども試験の当日こう受験されてみて、うん、まどんな印象を持ちましたか,なんかさっきあ,のあんまり、 <laughs> 感触がなかったっっったたてておししゃってましたけど、うん、そうですね、あのうん、ちょっと私、自分の中ではあまり緊張しないと思ってたんですけど、はい、こともあろうか、結構緊張したんですね。うん、っていうのもですねあの、私の試験会場になったところは、えっと、ビルの4階とか5階を使ってたんですけど、うん、あの試験当日、その場所に、えっと、そのフロアに上がれなくてですね、 うん、1階のロビーで待ってなきゃいけなかったんです、ねうん、で待っていたら前の組の方たちがあのバーッとエレベーターで降りてきたんですけど一、うんはい、人泣きながら出てきた女性の方を見てしまったんです <laughs> これは,は何があったんでしょうそうなんですなんか多分苦しかったのかちょっとよくわからないんですけど、うん、はい泣きながら出てくるほどのこと。 てかそんなな緊張するのかなと思って、<laughs> それを見てちょっと普段緊張しないはずなんですけどさすがに私もちょっとビビってしまったというか <laughs> なんか多分それで、ね、<laughs> 緊張してしまったみたいで、うん、なんかあのなんですかね面接官の方はもちろんレックの講座で設置していただいたとおりお二方いらっしゃったんですけど何、はい、か,かちょっとこう お二方の表情が固く見えたりとか、なんかね。そっちに目が行ってしまって、うん、ちょっとやっぱり緊張しちゃうんですよね。うん、なので、こう思ったほど自分がこう練習してきたように、自分のなんかこう何、うん、て言うんですかね。この自己一致感とかっていうのを出し切れずにで、お話もちゃんと全部本当に聞けたかなっていうのが最後まです。ごいモヤモヤした状態で終わってしまったので、<laughs> なんか本当にあれで良かったのかな？っていうの今でもなんかまだ謎なんですね。うん うんそうですか、そのモヤモヤ感を <laughs>、うん、今後、どうやってこう取り組んでいこうっていうふうに、後で考えられたんでしょうね。そうですね、やっぱりその、うん、一番大事なのは、私の中ではやっぱ自己一致っていうところで、うん、そのクライアントさんの気持ちとその状況に成りきった自分が、一緒にこうクライアントさんと同じ景色を見て、ものを考え,て、うん、考えるっていうのが、こう身に つくまで身にしみて本当にそれがすぐにできるようになるまでっていうのはやっぱり場数を踏まないとダメかなっていうのは一つ反省点であるのとやっぱもやもやするっていうことはそこまであの真剣にクライアントさんとまだ向き合えてないので。 まあ、ただとはいえの試験の問題って50分間の1回目のセッションのうちの最初の冒頭15分みたいな設定なので、うん、<laughs> 全部はまあ、うん、確かに聞き切ってないはずなんですよね。うんうん、ただその短い時間の中でもやっぱりこうクライアントさんとの信頼関係を築くためにはあのやっぱクライアントさんの立ち位置っていうのをものすごく自分のこととしてあの、うん、理解して っていうところからがスタートだと思っている、うん、ので、よく話を聞くっていう、傾聴力っていうのをもう少しこう、うん、鍛えていきたいなっていうふうに、課題感としては持っています。うん、で、その上で、あのアドバイスが、どういうふうに、ん、何をアドバイスしてあげたらいいだろうっていうのを、同時に考えながらお話をきちんと聞くっていうのが、うん、あの徐々にもっと身についていくといいかななんていうふうに思っていますので、なんかまたいずれ二級技能士とかも、 あのまた目指してみたいかなと思ってますので、その際はまたレックさんの講座に行こうかななんてまた考えてます。はい、ぜひねあのお越しください。お願いします。私もあのはいあの試験あの合格してから10年くらいも経ってるんですけれども、あのはいあのいまだにですねやっぱりこう敬長っていう基本的な態度とかっていうところはあの常にこう。 元に戻ってくる、ぐるぐる回ってまた元に戻ってくるみた<ー> <laughs> いなところなので、まあ常に考えてるかなと思ったので、亀井さんの視点は素晴らしいなというふうに思いました。本当ですか？<laughs> なんか、はい、本当自分の中ではあの試験のなんかこう出来栄えが全然こう、うん、なんかまだモヤモヤしているというか、うん、本当にあれで良かったのかよく分かんない状態で試験ってブチッと終わってしまうので、うん、あのなんかこう自分の中ではまだまだだなって思ってたんですけど、その10年前に。 ね、資格取られてる、ね、塚田さんがそういうふうに思われるっていうことは、<laughs> やっぱり、<laughs> そうですね。修行あの、修行を続けていくのかなというふうに思いました。う はい、なんかいろんなことが頭に入ってもまた元に戻ってくるみたいな感じですね。余計ななこと話話ししててごめんなさい私の話を今後ですねあの資格取得されて、うん、まあ今実務でもねあの生かしてらっしゃるかなっていうふうに思うんですけれども、うん、このキャリアコンサルタントの資格っていうのをどういうふうにこう生かしていこうっていうふうに思ってらっしゃいますかそうですねやっぱりあの 日本ってどうしても今まで終身雇用制度とか、あのうん、なんていうんですかねこう、ちょっとした専門用語で言うとメンバーシップ型って言って、一、うんはい、つの会社に長く帰属することが、はい、あの割とあの会社員として評価されるっていうポイントになってたっていうのは、ずっと続いてきてるはずなんですけど、なんかそれがあの。うんはい 特に外資系とかであの言われているジョブ型っていう専門職種で何がどこまでできるかっていうふうな、うん、あの評価の基準に徐々に移行していく過渡期だと思ってるんですね。うんはい、でその過程で、まあ、転職とかも割とメジャーになってくると思いますし私が本当若い頃は、うんえっと、転職回数多いとか転職するっていうこと自体があんまりいいというふうにされてなかったんですけど今あの本当に皆さん転職 あのガンガンするような時代になってきていると思っているので、うん、ただその中で、やっぱりこうキャリアの方向性とかを見失ってしまう方って結構いらっしゃるなっていうのは実感としてありますので、うん、なんかまあそういう方たちにあのどういうふうにキャリアを捉えて今後の人生設計していくといいんじゃないかなっていうようなあのアドバイスみたいなものをずっと続けていけたらいいなっていうふうに考えてますので、うん、なんかまあそういう領域でキャリアコンサルタントの資格をあのもっとちゃんと もっと深掘りして、あの勉強して、うん、いろんな理論家の方々の考え方とかも、あのうん、私のアドバイスの中に入れるようにして、うんあの、何かお役に立てるようになればいいなっていうふうに考えています。うん、はい、ありがとうございます。 ね、ますますご活躍されると思うんですけれども <laughs> これからですね養成、うんま、講座を受講しようかなとかあとは資格に挑戦してみようかなとかちょっとあのキャリアコンサルタントに興,興味を持ってる方たち向けに何かこうね、うん 1>, えー、1回でこう、ね、資格を取得された亀井さんの方からあのメッセージとか何かこうアドバイスみたいなことってありますか そうですねあの。資格そのものを取ってどう生かすかっていうのはちょっとキャリアコンサルタント的な資格あの視点で言うとやっぱりご本人によるんだと思うんですね。なのでまあ資格を取って何に活かしたいっていうのはあの本当に広がりのある資格だと思っていますのであの会社の中の人事としてあの人事部の立ち位置であのそういうキャリアコンサルタントの資格を活かされる方もももちろんいらっしゃいますし。あのうん 外部のっていうか私みたいにこう独立してキャリアコンサルタントで、うん、あのやっていくっていう方もいらっしゃると思うんですけどやっぱりこう基礎になるものっていうそのものを、ま、学べるのが養成講座だと思うので、うん、まあそこであのいろんな理論家の方たちもあの、まあ、理論をきちんとならあの習って教わってでこう自分のものにしてい,いただきたいなっていうのが一つと、まあ、それを、うん、あのどこで 学ぶかっていうのは、まあ、もちろん皆さんいろんな学校を調べた上できちんと比較されるのが一番いいとは思うんですけど、まあ私は結果として、あのレックさんっていうのはもう昔から資格の学校で有名ですし、やっぱり講座の構成といい、あの試験対策といい、あのまあ、素晴らしかったなっていうふうに私は本当に思うんですね。なので本当に私全然勉強時間本当になかったので、あの本当短期集中であの あのやっつけ仕事でこうやってしまいましたけど、やっぱりそ,その分 <laughs>、うんあの、レックの講座の方とそと、試験対策の講座がきちんとまとまってたので、やっぱそこに集中できたのが、一番、うんまあ、一発で合格できた秘訣なんではないかと思ってますので、あのもし学校比較で迷われている方は、ちょっとぜひ一度、レックの,、うん、あの説明会とかも、ね、やってますので、そこでいろいろご質問されてみることをお勧めいたします。はい あの、はい、言ってもらってるわけじゃないです。<laughs> そうです、ね。あの <laughs> 私本当にそうやってやってますので。うん、はい。 本当にありがとうございます。うん、はい、あのますますねご活躍していただければなと思いますし、うんえー、キャリアコンサルタントとしてあのレックの方でもまあ交流会なんかも設けていますので、うん、ぜひリアルであの亀井さんにお会いしたいな、うん、また一緒にお仕事とかも、うん、はいできたらいいなとかって、うん、<laughs> 思ったりしております。うん、は,いはい、はい、あの今日はですね、ええ二十三回試験に見事一回でねあの挑戦して合格された亀井直子さんにお話を伺いました。 亀井さん今日はお忙しいところありがとうございましたこちらこそありがとうございました